で？バイキングなんですけど、レベルが高すぎてものすごい量の種類もあるし、いろんなものがあります。しかも一つ一つが美味しそうです。めちゃめちゃ取ってきました。人も多いです。あ、また持ってきた。もう置くとこないっていや置くとこないって、もういろんなものがあるから目移りして全部取ってきてきたくなる。ちなみに外は雪です。暗くて見えないですけど、この向こうは阿寒湖です。これ何ホテル？ニューアカンホテル。ニューアカンホテルね。唐上観光って書いてあるよ。すごすぎるよ。ほら、刺身、カニでしょ、でグラタンとか、まあこれでもまだ他にいっぱいあったよ。やばいっすよ。でお寿司に天ぷらにステーキ、タン、ラーメン、あとジンギスカン。うわー、こんなの持ってきた。まだいっぱいあったよ。やばいですって。これやばいよ絶対。こんなの初めてやん。はい、とりあえず片っ端から食べます。まだもうここに取りきれないほどいろんな種類の食べ物がありました。これはまず刺身。ジンギスカン、やばいやばい、これはやばい、絶対落ちる。これあっちでちゃちゃちゃ、これは非常にやばいことになりました。非常にやばいことになってるよ。ほら、これ元に戻らんようになった。あ、結構長いんだよね。うん、ラーメンもあった。このラーメンのなんていうの、つゆ、だしも美味しそうよ。おいしい。これステーキ作りたて、シェフの人が作ってた。あ、ステーキ、うん、はい、うまい。
どれから食っていいか分かんなくなるの。これちょっと通り過ぎじゃないですか。だってこれでもまだ取ってないのいっぱいあるんだもん。しかもご飯2つありますけど、あれ寿司の醤油がどっか行った。あった。あー、これ味ついてた？あ、またこれすぐずれる、もうやばいって。うん、味ついてるね。でも梅野さんはタレにつけないといけないタイプですよ。いや、意外としっかりついてる。甘いよ。さあ、寿司を食いますよ。どさっと乗せた。白いご飯食べたかった。白いご飯のなんか佃煮みたいなのがいっぱいあったろ。人気なはずやね、ここ。このカニも後で食べよう。グラタン、こんな小鉢もいっぱいあったよ。グラタン美味しい。さっき鍋物も他にあった。ありましたね。うん、炊き込みご飯みたいなのもあった。うわ、また落ちた。難しいっすね。カメラを諦めた方がいいんじゃないこのホテルが人気なのが分かった。料理やん、絶対。これタンじゃない？牛タンじゃない？天ぷらもこれ作りたてやったよ。またフルーツがむちゃくちゃいっぱいあったもん、種類が。やばい、これは食べますよ。さすがにカメラを持ちながらカニは食べれんね。片手じゃないと。
このグラタン美味しいよ、うん、こんなあのグラタンみたいな鍋があったよ。このドリンクバーは有料なんやろね。あれお酒なんやろね。わかんない。ビールとかは有料だよね。うん。ソフトクリームもあった。カレーも食べたくなるね。このあのハニーをさ5箱ぐらい食ってる人がいたよ。カニばっかり。このワカサギみたいなのってそこのアカンコで取れたのかな。ワカサギって書いてあったと思う。湖で取れたんじゃない。釣ったんやろね、うん、美味しいよ。氷に穴開けて釣ったんだよね、うん、揚げたての天ぷら美味しいよ。これがすごいもん。どこでもあるやつをめちゃめちゃ取ってきたね。いやこれちょっとチキンライスは美味しそうやけど後悔します。多分これ食い切らんです。やばい、もうお腹いっぱいになってきた。何これ。もうやばいです。お腹いっぱいになってきた。まだまだいっぱいあったよ。
構大食い大会だね。カニ食ってみて。これコーンスープですか。いや、オレンジ。お茶はどこにありました。お茶はこの並びの。カニばっかり食ってる人がいたよ。2つ乗せてる人は見ましたか。いや、5段乗せてる人は乗ってた。さっきカニの身を出した身だけを食べます。酢につけて美味しそうです。うん、美味しい。美味しいよ。剥くの面倒だけど、苦労したのがもう、はい、一通り料理を食べてちょっとやばいことになりました。デザートの中になぜかカレーが
茶碗一杯のカレー、フルーツにプリンにケーキ、ぜんざい、これプチケーキみたいなやつ、それとこれもケーキ、これお茶、なぜかカレーそんなにカレーが好きでしたっけ。まだカニ食ってる。これ順番からいくとカレーを先に食べんといかないね、食事の流れで。まだデザートいろんな種類あったけども、多分無理やろ。カレー行きます。なんかカレー食べたくなりました。うん、美味しい。カレーって感じ。カニ苦戦してる？いや、これだ、あとこれが最後です。うわ、お腹いっぱいになった。やばい、デザート食えるかな、これ。まだいっぱいあったよ、種類が。朝も期待できるかもね、うん、ですね。でも朝は和洋って書いてあったから、うん、ヨングさんの好きな TKG ができるかもしれない。うん、怖いよね。嫌ですね。あとはこっからの眺め良さそうです、ね、うん、明るい。この席かどうかわかんないけど。さあ、カレーを食べ終わりまして、いよいよ。カレー美味しかった締めのデザートに入ります。ケーキだけはなんかこうお皿がなかったよ。さあ、ちっちゃなプリン。結局焼き場所が残ってしまいました。そりゃそうやろ。焼き場所とチキンライス、おいしい。なんかプリンがおいしい。焼き場所とか別に取らなくてよかったんですよな。焼き場所って何でもまあ、そのスイーツが別に普段どっ、まあホテル朝食で普通に出そうなやつですね。うん、でも種類は多いよ。まだいっぱいあったもん。ケーキもまだいっぱい。甘い。多分それらは朝も出そうですね。うん、朝は種類が少ないかもしれない。ブルーベリー。まあ、久しぶりにこんないっぱい食べた。最近あんまり食べてなかった。貧乏生活。リモートワークでカップラーメンばっかり食ってる。いや、でもずいぶん食いますよね。あ？よくそんな食いますね。いや、今日だけよ。いや、だから胃がちっちゃくなったらいきなりいっぱいは食えないはずなんで。食えないけど、もうバイキングになったら貧乏根性になって食べるんよ。いや、自分も貧乏根性でいつも食うけど、さすがにこの2人ちょっとやばいよ、ね、いや、これ取ってくるからよ、こんなのどこでもあるんですよ。どこでもあるからしかも腹に溜まるようなやつ。炭水化物、炭水化物じゃない。おまけにジンギスカンも2皿ずつ持ってきてしまう。梅野さんも2皿持ってきてた、うん、少なく見えたもん。うん、ですね。あれも本当は1皿で良かったかな。
他にもあったよ。最初に取ってきたあのステーキうまかったですわ。うん、牛ステーキ。あ、落ちた。目の前で作ってくれるやつだろ。はい、あのステーキはうまかった。もうダウンね。でもスイーツは入るかもしれない。ソフトクリームがあったよ。ありましたね。ソフトクリームで記念撮影してるカップルがありました、ね。うん、全財があるっていうのがすごいじゃん。全財好きの梅野さんにしたらいいですね。うん、全財っていうかおしるこかな。しかも梅野さんが好きそうな餅は白玉やろ。あ、そうですか。白玉と餅って違うんでした。うん、材料が違う。え、もうちょうどいい時間になってきます。7時半？7時40分です。そろそろ行かんと。集まってる？いや、なんかあんまりこんな感じじゃないです。何人かいる。うん、もう行った方がいいかな。うん、焼きガスは諦めます。ああ、やばい、お腹いっぱい。これ甘いもん。まあ普段だったらこの2つは大好物なんですけどね。一番最初に取ってきた2つが最後まで来るんですけど、うん、諦めます。